アチェッラは、イタリア共和国カンパニア州ナポリ県にある都市であり、その周辺地域を含む人口約6万人の基礎自治体。ナポリ県外略図ナポリ県北部に位置するコムーネで、地域の北はカゼルタ県との県境となっている。ナポリ中心部からは北東へ1 3トル、カゼルタから南南東へ1 4トルの距離にある。アチェッタは、 この地方で最も古い都市の一つである。おそらくは、オスキ人によって、アケルノナで建設された。アチェラは、紀元前216年、ハンニバルによって破壊された。紀元前210年に再建されている。同盟戦争中の紀元前90年には、ローマ側がこの都市を拠点とした826年、ロンバルド人はこの地に城を築いたが、この城は後に、 ナポリ公ーノによって破壊された。881年にはサラ先人によって略奪を受けた。後にこの地はノルマン人の所有に返し、公爵領の主婦となった。ナポリ王国の一部として、領主はアキーの地、オリーリアやオルシーに、デルバルツオーと移り変わり、1496年以八8 1 2年まではカルデナス家の報道であった。 1927年まで、この都市はテル、テッラリラボロ県に属していた。市の三角地帯、アチェッラ、マリリアーノ、ノーラ一帯では、不法な廃棄物処理によって、深刻な健康被害が出ており、市の三角地帯という不名誉な称号を得ている。これは1980年代頃から、当地の犯罪組織カモルラが有害廃棄物の不法投棄や焼却に関わった影響で、 周辺地域では、がん患者などが増加している。なお、フィーのアチェッラ駅からは、フィアットの工場とを結ぶ、工業線が出ている。地域北東部を、アウトストラーダ A30 が通過する。このほか地域の西側を走るアウトストラーダ A1、地域の南側を走るアウトストラーダ A16 に囲まれている。アチェッラ市街地南西方の A1 乗に、 アフラゴーラ・アチェッラジャンクションがあり、高規格国道 SS162NC と交差している、アチェッラ大聖堂。ありがとうございます。